とにかくダメだ。分かったね。お願い姉さん、今夜だけ。クラスの女の子はみんな行くんだよ。遅くならないから約束する。ダメなものはダメだ。不公平だよ。なんでみんなはいいのに私だけダメなの。一週間言われたことはちゃんとやってるのに、一度だって遊びに行ったことないじゃない。何度言えばわかる。お前は特別なんだ。それにルールがある。望んでそうなったわけじゃない。ただ外に出かけて友達を作りたいの。他のみんなと同じように。同じにはなれない。いい加減理解しなさい。おやすみ。やめて。隣にいるよ。何かあったら呼んで。ほら、静かにするんだ。いいね、ジョディ。もうやめろ、ジョディ。こんなことしても無駄だろ。外出禁止。いいね。ジョディ、ルールはルールだ。コールなんて大嫌い。姉さんも嫌い。みんな大嫌い。このムカつく場所もね。どうせ本気じゃないんだろう。教授はお前を守りたいだけだ。もうおしまいか。気は済んだか。だろうな。自分で掃除するんだぞ。やめて、エイデン。部屋にあるもの全部壊したって気にもしないよ。何か別の方法を考えないと。部屋はぐちゃぐちゃにしましたけどね。でも落ち着いた。 OK、 ええ、また明日。本当にごめんなさい、コール。こんなことしたくないけど、分かってくれるよね。どうしても今日は出かけたいの。
分かってる。でも今さら引き返せない。鍵が。そりゃそうだよね。おう、よう、コール、ジョーディ。散歩にしちゃ遅くないか？あ、ほら、姉さんのアイディア。ディートで夜の訓練するんだって。昼間だけじゃ実験し足りないとか言ってさ。そりゃ変だな。ついさっき教授と話した時は。ああ、さっき携帯に電話あったの。それで、わかんないけど、きっと突然思いついたんじゃないの。それで、そう、新しい実験をやりたいとか、なんとか言ってたけど。ったく、これだから科学者ってやつらは。どうした、コール、静かだな。ん？なんか、機嫌が悪いんだ。一日中黙ったままで。あまり今日は喋る気分じゃないんだって。おばあさんが亡くなったらしくって。それで、あ、声が出ないみたい。なんかのウイルスだって。いろいろ私も聞いたんだけど、それくらいしか。他の人にうつすなよ。俺なら家に帰って寝るな。みんなのためにも。いいぞ、行けよ。ほら、行けよ。うん、少なくともコールの車は知ってる。カメラだらけ。長くはいられないな。車に乗って、それでエンジンかけて。もうまだ体が見えてる。華麗な脱出からはほど遠いけど、まあいっか。行こう、エイデン。目立たないようにね。いい？
許してくれるよね。すぐに戻る。大丈夫、心配しないで。オッケー、エイデン。森の中に連れてって、安全な場所に。ほら、着いたよ。みんなもう中にいるはず。まだいない。待てよ。年はいくつだ？21だよ。レモネードの名前。姉さんはカンカンだよ。でも貴重な体験。相手しようか。一人でプレイしたいのダメかな。ああ、一人でビリヤード。二人の方が楽しいだろ。レディーファで何してるの？別に、ただのいつも通りの土曜の夜、こんな友達とね。挑戦的だな。正直ここにはちょっと若すぎないか。年は？21。おい、やるじゃねえか。ママには言ってきたのか？
もちろん。ここまで送ってくれたし、迎えに来る。もうそろそろ私を迎えに来るはず。ちょっとやめてよ。いいだろう、嬉しいくせに。いいんだ、もういいんだ。